もよろしいですか。カバンとか入ってもいいです、はい、これであと4切れちょっと大きくなっちゃう。ありがとう逆にお店の人がこれを見てさ、はい、いろいろ工夫して、別にあのご飯と鮭だけじゃなくていいんだもんね。そうなんですよ。どう考え、だからそこが組み立て方なんだ、うん、まあ私たちは知らず知らずのうちにここで買ったものを押し集めてやってるわけですけれど。そうだよね、そうだよね、うん、鮭一つでもこれだけできるということでございます。鮭だってそれは千差万別だから、鮭は広いからね。そうなんですよ、鮭って結構勉強すると奥が深くてですね。そう、だからここでいただいた鮭と普通のところとさ、なんでこんな違うんだろうと思ったりするもんね、あの天然の問題とか養殖の問題とか、うん、あといろいろ産地の問題とか、今の時事問題にもつながっているんですよね、鮭は。なあ、確かにね、そうだよね、はい、あとね、余さずに食べてほしいっていうのが大きいですね、うん、あの無駄にしないで食べてほしいですよね、あの決して一切れを一回で食べる必要はなく、うわ、余ったものをまた利用していくっていうのは、いかに美味しく作るかに腕にかかってますよね。そうか、うん、そうで、ハラミのとことさ、あそこ少しずつ少しずつ味が違うんだよね。そうなんですよ。